演舞開演。どうも、本日はこちらご飯の友をかけたいと思います。で、何にかけるのかと言いますと、こちらの雑穀米です。こんな感じになります。それではいただきます。鰹節の香りが非常によく効いていて、名前通りご飯の友にぴったりです。ご飯が進みます。でも食べ過ぎには注意しないといけませんね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。チャンネル登録をお願いします。